きチャンネル1月2日明けましておめでとう。昨日言ってますけどね、今日初の人もいるかも分かんない。あ、そうですね、パリーグだけ、パリーグだけ見に来た方もいるんでね、はい、ぜひ昨日のセリーグも見てほしいですけども、うん、はい、ね、世界一早い順位予想、はい、今日2024年1月2日、うん、パリーグ編でございます、はいはい、行っちゃうもん。もう行っちゃいます。最下位から、もちろん、どこから行くんだよ。4位からとか、最下位からとか。じゃあ最下位行こうか、はい、ね、最下位予想、はい、行きますよ。せーの、楽天ハム来ると思ったよ。え、来ると思ってする、どういうこと、どういうこと、来ると思ったよ。なんか、いや、今の発言に楽天に対する忖度がめっちゃ感じられるんですけど、私も最下位楽天やと思うけども、忖度ね、できひんからやめたら、ほら、打てに来てるやーって言うんですか。見えたよな、完全に忖度するから難しいんやろ、ね、違うんだって。去年も確か優勝とかしましたから。去年はこの段階では4位にしてた。何、言い訳あるんですよ。え、ないですよ。ほら、だからほらって言うのがね。いや、違う違う、ごめんなさい、でも5位、その、この後の10位じゃあ、まあまあ、じゃあまず日本ハムなんで最下位なんですか。いや、もう上から並べたら6位だった。もうじゃあ新庄監督、3年連続最下位で。いや、だから日本ハムもすごい今さ、こう成長してるじゃないですか。万波選手も出てきたし、うん、清宮選手もだんだんこう、うん、良くなってきてっていうところがあるんですけど、でもなかなかこうスタメンが固まらないっていうところが去年もあって、うんうん、でそんな中で山崎福也投手が入るのはすごい大きいと思うんですけど、うんうん、まあ、その分上沢投手が抜けるってなると、なんかそこまでこう、いや、でもピッチャーとかもいい人もいるけど、今のところこうグッと上に行く上がり目っていうのが私には感じられなかったっていう、ね、感じられなかった。だからもうじゃあ3年連続最下位で、まあちょっと上から並べたら6倍になっちゃったって感じですね。うん、か、いや、わかんないけど、まあまあ現段階ではね。はい、って感じです。まあ俺はもう楽天、はい、まあもうだってドラフト見ても、うん、今年どうにかしようって思うようなドラフトもしてないし、うん、戦力補強も今のところ全くしてないし、うん、ってなった時に松井裕樹は抜ける、うん、安楽もいなくなった、うん、で、則本が後ろに行って先発も頭数足りへん、うん、岸、田中、マー君はもうベテランになりすぎてる、若手の突き上げない、うん、まあ、打線で終盤なんとかチームを支えてたけども、うん、それがまた今年もどうなるか分かんないっていうところでは、いや、一歩間違ったら最下位あるんちゃうか、まあ、チーム内もゴタゴタしてるしみたいな感じ、うん、はい、先生は全くですで、しかもね、和久さんが、まあ、どこまで本当か分かんないけども、うん、その中田翔の取りに行ったけど、うん、予算がないから出されへんかったっていうところは、もうお金かけれない状況になってくるから、うん、はい、そういう発言をチームのトップの人がするってことは、うん、よっぽどカツカツやから、はい、そしたらそれってやっぱお金って絶対に強さに直結するわけじゃないけど、うん、やっぱ反映されるから、まあ、補強にはね、うん、だからそこがちょっとただでさえいつも外国人お金取ってきてるのにそんな活躍しないのに、そうなんですよ、ね、お金使えなかったらもっと取れなかったら、うん、伸びしろ上げしろないから、うん、ちょっと厳しいなっていう今のところね、はい、うん、っていうので楽天が6位と、うん、はい、5位、はい、せーの、ソフトバンク。楽天です、うん、俺ソフトバンク。そう、ソフトバンク、うん、いや、結局ピッチャーも去年有原だし、うん、で、はい、モイネロが先発やりたいって先発やるから、うんうん、じゃあそこどうすんねんっていうオスナまで行くのにね、はい、まあいいけどね、松本とか、うん、まあ、田浦とかもいるし、うん、で甲斐野とかもいるけども、うん、で結局打線も去年柳田は全試合出場だったんで、はい、で近藤も頑張ったけども、うん、いや、なんか外国人も全滅やし、うん、で今宮とかはもうベテランどんどんなっていくわけでしょう、うん、だから年がちょっともう強かったソフトバンクの時の人にまだ頼ってるから、うん、でドラフトはそんな即戦力級のやつもいないしってなったらきついんちゃうかっていう。ドスコイ入りますよ。んドスコイって、うん、ドスコイだけでしょ、うん、いや、俺はちょっとけえへんのちゃうかと思ってんね。ドスコイ力はそこまで、うん、チームをそこまで活性化させるのちゃうかっていう。うーん、バウアーが来たらちょっと話変わったけど、ね、そうですね、俺そこがバウアー次第、うん、はい、俺はもうバウアーは DeNA にもソフトバンクにもどっちにも入れてないんだよ、はい、バウアー来たらもう大きく話は変わるよってなるけども、うん、ね、はい、ちょっときついんちゃうかっていうね、うん、何気に、はい、うん、
高間さんは、はい、私楽天がもう今は5位にしました、うん、でも今はボワってないやろ今は5位今もうちょ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 寄り添いすぎやろ寄り添いすぎ保険かけすぎやって今はっていうのはまだ外国人補強とかを全く出してないんですよ、うん、なのでどうなるかがディテンスとかその辺は、うんフランカ残るかな、うん、だけどギテンスが出たフランカと損だけちゃう残るのそうだと思います、ね、なのでここから多分その分で補強すると思うんですよ、うん、でもそれが全く出てないんで、まあ、今のところその分かんないですでも、まあ、ピッチャーはさすがにちょっと苦しいと思います、うんうん、則本投手が先発で頑張ったところが、まあ、後ろにいてそこは松井投手の穴は埋められるかなと思うんですよ、うんうん、だけど、まあ、安楽投手の分、うんうん、でもその分下からのピッチャーも結構今いい感じで育ってきてるとは思うんですよ、うん、去年のやっぱりワッピーとか伊藤真央投手ももうあのルーキーから良かったし鈴木空投手とか、うん、あの結構内投手が、ね、多分前に行くんですよね、うん、で藤平投手も去年良くなったしそんないい説明してるのに来いやでちょっとなんか矛盾してるよ、うんうん、すぐ今のだとなんか3位ぐらいの説明に聞こえるけどなんか5位にしてる言い訳を必死に ある地方向けにだけしてるようななんか気がするよな先日なんかタオさんもそういうようなこと言われてて、うん、なんかあの楽天を3年契約で1年でクビだったらしいですよね、うんうん、ジャンクスポーツ言ってたんですけど、うん、残りの2年間はお金払われるけどもし楽天の悪いこと言ったらお金払わないっていう契約やったってそれを聞いてるような感じがしたんですよ、うん、そうそう、なんかねなんかね、楽天が悪いっていうか同じ傾向するよねすごいよ、タオさんが出てきたんですよ5位って言ってる割に褒めてるからそれ3位の A クラスの説明だもんね、今のいや今なんか今自分で説明してて A クラス入れたくなってきますよ、ちょっといや意外と先発も、まあ、マークまでいけるじゃないですか、はい、マークいけるって何勝いけるんですか今年は10しますよ10じゃ無理だよで、岸投手もいるじゃん何勝まあ、8とか9とかはいく去年も9だったから、うん、だと早川投手、庄司投手でしょ何勝 ?8 ぐらいはいける、うんうん、でも打線がなんかいいからもっといけるかもしれない今ちょっと A クラス入れたくなってきました書いてもいいで別に、まあ、今は5位でいいです大丈夫です今は5位だけど開幕前に上にするからねっていういや 今すごい上にしたくなってきました だから書いてもいいんだよえ本当ですか、うん、いいですよ別にあじゃあ変えよう、うんうん、じゃあどこが楽天より弱いとこですかじゃあ、すいません。え、誰、別に謝る必要ないからね。そう、もう保険かけすぎだから、もう。セーブ。セーブなんて5位なんですか、はい、やっぱりちょっと打力が、まあ、不安定なところはあるかなっていうのが一番ですね。ピッチャー陣はすごいいいんですよ。うん、あの高橋光成投手も残ったし、で竹内投手のドラ1も楽しみじゃないですか、うんうんうん、で防御率もいいし、だけどやっぱり今年も打線でこう苦しんだ部分があり、うんうん、なかなかこう上がり目が今のところは感じられないかなという感じです、うんうん、はい、5位です。さあ続いてじゃあ4位、はい、せーの、日本ハム。はい、ここに楽天、私もここ楽天にしました。変わらんや変わらんや5位分、はい、大丈夫はい、OKはい、まずはさっきの説明ということで、うん、はい、そうです。これはソフトバンク、あ、日本ハム、うん、まあ、ちゃんと野球したらポテンシャルは揃ってるから、まあ、噂の代わりはサチはできると思うんだよね、うん、正直ね、うん、で、まあ、後ろも安定してきたし、万波はまだ伸びると思うんだよね、うん、これが落ちそうな感じしないから、うん、全体的にはね。で、終盤も上がり目あったし、うん、何かそんなめちゃくちゃ穴らしい穴もないしね、守備もいいし、うん、で、まあ、松本剛でしょ。で、まあ、清宮も守備がバタつくけど打つのはそこそこ打てるようになるんちゃうかっていうところもあるんで、選手のポテンシャルは高いから、ほんとちゃんと野球して、あの日本ハムの総括でも言ったけどちゃんと野球してくれたら俺は4位になる力はあると思うんだよね、はい、正直、うん、先生はソフトバンク、僕4位にソフトバンク、うんうんうん、ドスコイ入るんだよ。ドスコイ入っても結局なんかまだ離脱者も出るやろな、うん、入る分誰か怪我とかで抜けていくから、うんうんうん、結局4位かなと、うん、去年期待した分で、ね、ちょっとがっかりだったし、うん、あとオスナに金渡しすぎだから、これ外国人ちょっとあんだけ年俸アップすると、そう、今保留者独自選手がおかしな話こと、ちょっとチーム内もう不協和音がちょっと出てきてるんじゃないかなっていうのはちょっと心配。ただ久保さんね、新監督だから、うん、すごい楽しみだなと思うんですけど、なので4位ですね、はい、うん、じゃあ、はい、A クラス、え、あと A クラス、俺はロッテ、オリックス、西武で、先生はロッテ、オリックス、西武。おお、ロッテ、オリックス、ソフトバンクです。おお、一緒っすね、長谷さんと、うん、じゃあ次、3位、はい、せーの、西武。え、俺はもう西武。おお、やっぱ A クラスある力あんねん、絶対的に、うんうんうん、で、コルデロ
外国人も入ったし、うん、まあ、そこがなんとか打ってくれっていうところもあるけども、まあ、高橋光なんかどうしてもメジャー行きたいんだから、うん、やっぱいい契約結びつけるためにはやっぱ今年もめっちゃいいピッチングしなきゃいけない。で平も先発転向して2年目だから昨年の経験がさらに生きてくるっていうところもあるし、であのルーキーも竹内、うん、そして上田っていうところも取ってるから、はい、一発 A クラスの力はあると思うから正直まあ期待したいっていう、ね、はい、ところで、うん、先生は僕ね、西武ですね。あ、いや、知ってるよ。はい。さっき言ってましたよね。まあ、ピッチャーを申し分ない、うん、竹内君の補強で、うん、まあ、竹内君がまあ2桁期待するのはどうかなと思うんですけど、うん、まあ、そこにやっぱり右の上田君も入ったことで、うん、まあ、さらに厚みが出た、うん、でそこに伊勢のラオウという規格外のパワーレスが入ってくるっていう、うん、これでまず打撃面ということで、で伊勢のラオウも試合出るの？出る。俺の中では出る構想じゃないけどね、まだ今びっくりしたよ。ただ僕は、ね、ホームラン数とか山川選手の中って言われると思うんですけど、多分松井さんは初めて役なんですよね、うん、そもそもしかも源田がね去年いなかったからね、うん、半分ぐらいね、チーム盗塁数も80って言ってリーグで2位なんですよ、うん、ってことは加藤さんのしたい野球がようやくできる、うん、また 足でどんどん巻き回してくるような、うん、今年の阪神みたいな野球をするから、僕はうまく噛み合えば3位に来るんじゃないかなって思ってるんですよね、うんうんうん、うまく噛み合いがね。高松さん、ロッテ。はい、ロッテです。うん、ロッテは、まあ、佐々木朗希、あ、朗希佐々木朗希朗希と投手が被っちゃった。被っちゃった。もうこれ、まあ、つまずいたな。年明け早々。そうですね。まあ、佐々木朗希投手が、まあ、今年はでも1年間回るかなとは思うんですけど、うん、で、まあ、種市投手とか、うん、先発陣も、私口回ってないな。先発陣も、ちゃんとして。ちょっと安定してきました。でもなんかこう野手陣がなかなか打つよっていう人がいないじゃないですか。でもまあソト選手が入ったのとポランコ選手が残留したっていうので、うん、A クラスには行くかなって、うん、前回も去年もこうもう2位か4位だったじゃないですか、うん、だから結構もろかったんですけど、そこでがっちり、まあ、ポランコ選手残ってソト選手も入って A クラスには入るかなぐらいの3位です、うん、はい。じゃああと俺はロッテとオリックス、ロッテとオリックス、はい、オリックスとソフトバンクです、はい。じゃあ優勝、はい、優勝いっちゃいますか、うん、はい、せーの、ロッテ。ソフトバンク。おー、2人ともロッテ。いや、今年あるよ、ロッテ。今年はあるよ、何気に。ある、これあるっていうか、もうビッグチャンスだから生かせっていう。あー、もう今年がチャンスだよってことですね。ビッグも近年稀に見るビッグチャンス、はい、ソフトバンクは落ちてきた、うん、ね、オリックスは山本いなくなって、うん、やっぱその十何勝がいなくなるわけだ、うんうん、ね、絶対的安定感、うん、まあ、他にもいいピッチャーいるけども、はい、が戦力落ちてくる、うん、楽天、うん、日本ハム、西武もそんなっていう、うん、2位になりました、うん、外ポランコ来ます、うん、量産して、うん、ね、佐々木朗希1年間怪我なくいければ、うん、ビクチャンス、もう今年勝てなきゃもう無理だぞっていう、はい、っていうところで、うん、俺はもうワンチャンあるんちゃうかっていう、うん、先生も僕も、ね、今年のオフになんか佐々木朗希投手が、ね、うん、あのメジャーに行きたいなという記事が出たじゃないですか、うん、はい、ということは多分おそらくそういうちっちゃな話が出てるはずなんですよ、うん、でそこにおそらくノルマみたいな課せられてるはずなんで、うん、多分メロメロ書いてくるんやろうと思って、はい、今までみたいにちょっと投げて休むみたいなのは多分ないと思うんですよ、はい、だから今年の朗希投手は多分えぐいと思うんですよね、うん、でタイトルも取りに行くと思うし、うん、で僕の一押しの上田君も入ったので、うん、上田キュートのドラムで、うん、もう構想入ってる早いな、俺構想入れてへんからな。いやっぱあのバッティングはね、うん、稲葉さんを見てるような感じがしたんで、うん、僕はどっから上げてくる、うん、で、ここで外ポランコ、両サンリーダーにいる、で中村翔吾選手はちょっと今年、去年ダメだったけども、うん、ここに池田ライト選手みたいな感じがバチッたまれば、うん、見えてくるんじゃないかなと、うん、だから今の構成はサード中村、ショート友杉、セカンド藤岡、ファースト外、DH ポランコの外野が山口、岡、荻野、藤原、うん、で、アイトとかどこが、うん、誰が入ってくるかね、上田ね、うん、だからそこ面白いんですよね、うん、左右でやっぱり、うん、しかも球場狭いからね、はい、外も、まあ、2割5分前後でいいから、うん、ホームラン30発ぐらい打ってくれて、うん、はい、ポランコと2人で60発ぐらい打ってくれたらな、うん、めっちゃでかいし、そうですね、給料下がった時の外人怖いからね、うん、本当にほんまにやるからね、うん、これもうね、ポランコ残留が大きかったね。あ、そうですね。このニュースがね。それがありますね。え、優勝ソフトバンクですか。ソフトバンクにしました。うん、もう今年は山川さん、みそぎで50本打ちますよ。はい、打ちます。でもあと皆さん言うじゃないですか、怪我人が毎年出てなんかこう揃わないからこうちょっとこう落ちてくるみたいな。うん、
でもやっぱり近藤選手も去年三冠、まあ、違う三冠だったんですけど、うん、タイトル3つ取って安定的な活躍、うんうん、でなんだかんだやっぱ柳田選手も今宮選手も活躍するんですよ、うん、で栗原選手も戻ってくるだろうし牧原選手とかもいて多分私結構今年はもうザ打ち勝つ野球をすると思うんですよ、うん、でそんな中でモイノラ選手がもしかしたら先発で超無双するかもしれないし、うん、いや私ソフトバンク今年は去年も期待しててなかなか下行ったんで、うん、今年はあると思ってます。ヤクルトは打ち勝たへんけど、うん、ソフトバンクは打ち勝つ。打ち勝つ、はい。その違いは？ん？まあフィーリングですよね。それはもうフィーリングですか。でもしかしたらビビってきた。ビビってきた。今年はソフトバンク来そうだなと。10勝誰すんの？10勝。10勝もう入れろ。おビビってきた。ビビってきた。有原。うん。まあ頑張るでおっさん。バウアー。バウアー入るの見込み。本当バウアー寄るからね。俺はにオリックスっていう、はい、うん、まあ、強さはあると思うよ。西川も入るからね、うん、打線っていうところでは、はい、で若い選手もいいからね、うん、でもまあロッテがワンチャンいけるとしたらここだから、はい、まあ、4連覇だから ね、うん、そうです ね、そ強さあると思うよ、うん、本当に力強さは、うん、でも4連覇は、うん、なかなか難しいですよね、うん、ここ最近で4連覇ってソフトバンクでそれは4連覇してないやろ、うん、ね、そうですね、なかなか難しいと思うから、うん、私も2位がオリックスですけど、はい、まあ、なんだかんだ山本投手のそのチームの支柱がいなくなるっていうのはすごい大きいと思うんですよ、うんうん、東投手とかその若い投手が出てくるといえど同じ活躍ができるかって言ったらやっぱそうではないと思うんで、若い人合算して山本投手の分っていう考え方もありますけど、やっぱりこう連覇まではいかないかなっていうところで2位にしました。で去年はオリックスが強かったっていうのもあるけども、もう言っちゃうけど、はい、他の5球団が弱すぎたっていうのもあると思うんだよ、ねうん、正直ね、うん、先生は2位はオリックス、オリックス、オリックスか、みんな2位だ、もう、うん、もうね、山本投手 の、 もうあの穴っていうのはもう全然ね、うん、このチャンネル何回も言ってますよ、それは大丈夫なんですけど、はい、やっぱり頓宮選手、うん、それこそ2年目になってくるとやっぱりプロ野球選手も意地があるじゃないですか、終盤落ちたしね、はい、うん、そこを見てると他ロッテの方がっていう、デミゲンの色っていうのがグッとくる感じするんじゃないかなと思って、まあ、2年連続首位打者のような活躍するかって分からないですね、うん、いやそれはブレイブ選手のプライドとして、うん、みんなね、やっぱここで言い方が悪いかもしれないですけど、うんうん、ちょっと怪我みたいなんでこう、うん、なんか抹消されたみたいなのがあったじゃないですか、うん、なんかよ、ね、そういうところを見ると僕は申し訳ないですけど、うん、まあ、結構打つに苦しむんじゃないかなと思って、はい、ロッテを上に上げました、はい、俺はもうロッテは本当もうチャンス、もうこれ逃したないぞっていうチャンスなんですね、うん、やっぱだってもこれもし逃したらよ、はい、オリックスはね、佐々木チャンネル何回見てるけど、うん、佐伯とか、はい、ね、うん、あとは斉藤京介とか、ね、で川瀬、うん、ね、で袴田さん誰だっけ、入山君とか、うん、とかね、うん、その育成とか若手のいるじゃん、はい、いっぱい、うん、ソーターに向くのき、 そうです、ね、そいつらが完成されてきたら、はい、もう手の届かないところに行っちゃうから、うん、まだ今まだ出てきてないから、はい、こうビッグチャンスあげて、うん、ソフトバンクも補強とかもしてるけど、うん、まあ、怪我あったりとかなんだかんだもあったり、うん、先発エース誰やでもあるし、はい、西武とかもねピッチャーだからどっかに何かマイナスあるから、うん、いけるんだったらここやぞっていう、はい、佐々木朗希の最大の武器に、はい、ポランコの外がどこまで頑張れるか、そうですね、もうでもこの2人がプラスだったらビッグです、うん、レアードマーティンみたいな感じで、ね、そう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 、そう、あとはあの佐々木朗希怪我したら、はい、B クラス、 B クラス、離脱しないように、うん、あのモロハの剣だから、はい、もう怖いよ、うん、名刀かと見せかけて錆びてる可能性あるから、そうですね、うん、でもこれチャンスあるけどね、チャンスあるね、一番チャンスやと思うって、うん、頑張ってほしい、ねえ、出てきた、まあでもこれはね、うん、またあのキャンプオープン戦見て、うん、あの順位は変わりますけども、はい、だから佐々木は今のところ、うん、ロッでオリックス、うん、西武、日本ハム、ソフトバンク、楽天、はい、で袴田さんは、私がソフトバンク、オリックス、ロッテ、楽天、西武、日本ハムです、うん、で先生は、僕はロッテ、オリックス、西武、ソフトバンク、日本ハム、楽天です、はい、じゃあ俺と先生はソフトバンクと楽天が、あ、ソフトバンクと日本ハムが違うだけ、うん、あ、似てる、はい、うん、おでも結構ね、前年の順位にそんな反映しないセパともに順位予想だったね、うん、そうですね、うん、正直、はい、ね、まあ、でもみんなやっぱそれぞれの考えをね考慮してっていうので面白いですね、やっぱりね、 あと正月早々気分だけ悪くしないでくださいよっていうので、ただの予想ですから、うん、当たれへんからどうせ俺の予想、そう当たんないんですよ、当たんない予想に腹立てても意味ないから、そうそうそう、あのファンタジーだから、うん、夢だから、そう
正月のそうそうそう、はい、ちょっとでも本番はまだね、ここからキャンプオープン戦見てね、はい、どんな予想、あとね皆さん文句言う前にね、はい、コメント欄にあなたの順位予想を書いてください、はい。